何これ何させられてんの、かわいい、何着せられてるの、ほんですごいいいよ、本当に久しぶりに来たわ、こんなね、大垣の、はい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 、はい、いきます、せーの、マイド、アジニアチャンネルです、はい、ということで今日はですね、はい、なんと大垣にしない元キャプテンの旦那さん、ホームラン当てるまで帰るまでということで、はい、でね、今ここね、バッセンやんか、バッティングセンターに来てるんですけどね、はいはいはい、まあ、元甲子園球児だった旦那さんが、はい、まあ、今でも25歳になった今でも、はい、ホームラン打てるのかっていうのを、ね、はい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 、見してほしい。7年ぐらい、そう7年、8年前ぐらいかな。まあ、でも体はなまってないと思う。なまってない、うん、多分ボール見たら打てるもん、やっぱり体が反応するからやっぱ腰が入るから夜の練習はしてるやんかだからまあいけるとなまってはキモいね、マジで。はい、じゃあね、この今着てもらってる衣装なんですけど、うちが甲子園で出てた時のやつやんな。はいはいはい、そうですね、手間もですね、そう、まあ、そんな感じでね、まあ、大垣日大の顔も背負ってね、ちょっと今日は頑張ってほしいなって、うん、見てくれる小さい子供に勇気与えられるように、うん、そう、夢を与えよう、頑張ります、レッツホームラン。はい、じゃあね、はい、今から打ってもらうんですけど、はい、意気込みね、はい、ホームランね、はい、打てそうか打てなさそうか、どっち今、120キロで設定して打っていくんやけど、やっぱり高校野球で、まあ、変化球がありながら対応してきた状況やってんけど、うん、お前マシンで120キロのまっすぐしかないやん、うん、すぐ終わるよ。おー、はい、いいね、余裕です、かっこいいです。あ、見ておいてください、最初の20球でホームラン1本いきます、はい、ごめん、もう5分ぐらいの動画になるけど大丈夫いける？だるいです。じゃあね、まあ、そんな感じでね、はい、まあ、ゴールで終わる気持ちでね、はい、やってほしいかな。ホームランしていきます、ね、じゃあかっこいいとこ見せてもらいましょう。よっしゃ、レッツゴー。若干ホームランを左方向に打ち込む感じで、はいよ、まあ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 全然ないね。終わりたいと思います練習なんで、はい、お疲れ様でした。バイバイ。はい、ということで、まあ、仕切り直して、まあ、1回目こっからハッターとかなっていう感じかな。そうね、はい、じゃあかっこいいところお願いします。はい、2でアップやから実質1回目みたいな感じ。
はい、ということでお疲れ様でした。いや、良かった。良かった。ね、本当に良かったよね。本当にかっこよかった。ね。ちょっと夢与えられたんちゃうかなって。うん、少しでも。うん、ね。いいよいいよ。すぐ終わるよ。あ、見といてください。最初の20球で、はい、うん、ホームラン1本いきます。はい。ね。まあでも、うん、そんなに野球は甘くないっていう。うん。うん、でも何年もやってなかったら。うん。うん、そうやな。はい、っていう感じかな。まあ25歳やしな。そうやな。ということでね、はい、あのまあ、2時間ぐらいね、ちょっとやったんですけどね。はい。はい、もうちょっと打ったら多分いけてないけどな。そうやな。最後掴んでたから。うん、でももう、店の、はい、店員さんももう終わりでっていう話もあったから。そうやな。そうやな。もうそれはもう仕方なくということで。はい。すいませんでした。すいませんでした。でもね、あの久々にね、なんかこの姿見たら、うんうんうん、なんか高校時代が蘇ってきたってことで、蘇った、うん、なんかちょっとなんかこのロン毛になんかユニフォームってやっぱ似合わへんなと思って俺は思っててんけど。え、でもそんなことない。かっこよかったよ。あの、ありがとう。別にさ、かっこよかった、いや、でよかったよ今日は。お前だけでそれ多分思ってる。すいませんでした。はい。はい、ということでね、はい、またね、これちょっとリベンジしてね、リベンジしたいな、ね、ちょっとこのままじゃね、なんかでも思ったんが、うん、その野球やってたことを生かして、うんうんうん、なんかチャレンジ企画じゃないけど、うんうんうん、今回みたいな感じで、うんうん、グラウンド使ってなんかできたりとか、うん、ストラックアウトとかじゃないけど、うん、まあ、いろんな投げる、走る、グッズみたいな、うん、そういうのできたらなんか挑戦していきたいな、そうだ、うん、じゃあ、はい、頑張りたいと思います。はい、今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいね、と思った方はグッドボタンとチャンネル登録と拡散の方よろしくお願いします。じゃあ次の動画でバイバイ。